はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、究極使命を果たす石石の守護者ですね、究極リサリサを攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。でアビリティの方を見ていきましょう。まずはリーダー、屋上ですね、青屋上、見らない観察愛をつけています。続いてメインアタッカーですね、エキスパキラ、ムーブ得意属性、ファイアブームをつけています。続いてバイスキですね、ディメンション先導、壁コン、ケナスをつけています。スタンバイは、何でもいいですね、私は緑にしてます。喧嘩愛愛を連れていってます。フレンドはシゲチを連れていきます。では参ります。ほとんどエキスパーキラで攻略していきます。注意すべきは連打をしないことですね。はい、こういうところはね、ディメンションの方が早いかなと思います。続いて第2ラウンドですね、ここもかなりね、面倒だったところですが、エキスパキラさえいれば防御無視でいきます。はい、ここも面倒でしたね、面倒なところでした。ここもエキスパキラで攻略していきます。これだけ離れているとちょっとディメンションの方が早いかなという気がします。あまり、取りたくないので、ここはボムで対峙していきます。さあやってまいりました、最終ラウンド。なるべくアイテムを残すような形で進めていきます。そうするとだいたい近くに降りてきてくれるような感じになります。ここかな、はい、集中してくれてるので本当に倒しやすくなってますが、これはさすがに無理ですね。ゲージがなくなってしまいました。さあそれでもここで降ってきてるので、ディメンションを打とうにもねちょっと遠いので、エキスパキラで終了です。はい、無事クリアすることができました、ありがとうございます。まあこんな形でエキスパキラがあると便利ですねという、攻略法でした。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。では、ラーサマ対。